強すぎる。ここまでとは。銀遊詩人、最も得体が知れないのはお前。先に潰す。それは買いかぶりというもの。私はアル殿と同じく取り柄は逃げ足くらい。どうか見逃してくれませんか。無理だな。許さん。契約に応えよ、大地の炎よ。我が命に従い。そういえばお前にはそれで何度も邪魔されたな。これで今杖が握れない。なんてことを。安心しろ、お前のリラももう二度となりはしない。そしてあの道化もすぐにお前たちの後を追う。私はどこまで飛ばされた。ウィーナたちはどこに。傷が深い。骨には響か。これはもしかしなくてもまずいじゃないか。だが泣き言も言ってられないか。心のどこかで分かっていた。いくら精霊の力を手に入れても、どれだけのズルをしても、アルゴノートには才能がない、技術がない、力が足りない、圧倒的に資格が足りない。私ではこの魔物に勝つことはできない。体が動かない。血がみっともなく溢れている。やられる。聞こえるか、果てしなき傍受よ。目覚めているなら耳を貸せ。傾聴せよ。あらゆる状況、一切関係なく、生贄を優先せよ。直ちに王女を喰らうのだ。鎖に残されし全ての魔力をもって命ずる。アリアドネを取り込み、再び我が忠実なしもべとなれ。これは王命である。
私に背を向ける。どこへ？いや、姫を。くそ、動け。行かせてはいけない。行かせるものか。私を見ろ、ミノタウルス。私はここにいるぞ、大いなる魔物。行くな、頼む、行かないでくれ。やめなさい、エルミナ。お願いだから、もうやめて。それ以上彼女たちを傷つけないで。聞けないな、オルナ。安心しろ、オルナ。お前は私が守ってやる。私が全てを始末してやる。話を聞けと言っているのよ。私に近づく者は全員殺してのけて。私を守るですって？笑わせないで。王とあなたは私を鳥籠に閉じ込めたいだけでしょ。それでも私はお前を。終わりだ、英雄候補ども。あの道化と共にこの暗い迷宮で屍を晒らせ。死ね。させるものかよ。貴様、生きとるか、エルフども。あなたは